大丈夫かこれ。この先だよね。あ、死体がある。みたいも。え、ジェシーどこ行ったの？びっくりした、最悪だわ。いたわ、普通に。完璧だ。切るわ。あー、ジェシー、え、これでいいの？え、ちょ、胸クソ悪いんだけど。胸クソ悪いぞ。いねえし、捕虜も。俺じゃねえや、助けた奴らも。あ、これで特殊部隊が出てくるんだよね。エージンの。これ出てくるんだけど。こっから地獄だったんだよな。おお、来たね。で、一応ちょっと喧嘩ってこようかな。これ入れる？ダメか。いた、参ります。援助を頼む。救援助を頼む。おら、最初に逃がした。おら、俺がラストサムライだ。うまっ。経験値5000円もくれんの？マジか、めっちゃくれんじゃん。おっしゃ、ここで角待ちして、角待ちして、ほら、救援助を頼む。ずるずるずる、超ずる。角待ちして、角待ちかだな。はい、来いよ。ほら、ほら、5000円くれる経験値、めちゃくちゃうめえ。これやるしかねえ。潰そう。やべ、角待ち、角待ち、角待ちね。ほら、ようこそ、ようこそ、逃げろ。ちょっと待って、ずるおい、うまい、めちゃくちゃうめえ。これで経験稼ぎしよう。ちょっと刀取ってこよう。やべ、目の前にいるじゃないか、二人。ここでこもるわ。やべえな、囲まれちゃった。どうする？緊急事態、援護を頼む。よし、ゾンビに行くぞ、おら。おっしゃ、よっしゃよっしゃ、ぶっ殺しまくってる。ぶっ殺しまくってんぞ。やべ、あいつはニコイチか。ニコイチで活動するのか。緊急事態、援護を頼む、援護を頼む。まずい。援護を頼む。ああ、でこれで拘束されるのか。そっかそっかそっか。これちょっと待って。おうわ、これ裸じゃないか。待て待て、よしよし、ザルだな。よしよし、警備ザルすぎるだろ。オッケー、こいつらを倒しまくって経験値稼ごう。この先にさ、バイクがあるんだけど、バイクを取ってくるわ。
やべえ、今丸腰だわ。カメラは募集されないっぽいんだけど、なぜか知らないんだけどね。なぜなんだ。事故。時間はまだある。ヘリが。まずい。ヘリバレた。あれね、なんかミサイル撃ってくんだよな。またな。早くー。やべ、血が増してきちゃった。入る。よしよしよし。刀が奥にあるんだよな。あー、ここか。ここに来ちゃった俺、間違えて。まあいいか。ワインをありったけのワインをパクって、もう薬中じゃん俺。薬中っていうかアルコール中毒者じゃないこれ。サブマシンガンがここにあるから、サブマシンガン近接武器が欲しい。まずい。あぶねえ。あ、オッケーオッケー、分かった。チェーンソーがある、ここに。待ってくれ、邪魔くせ。まずい、まずい、まずい。鉄パイプ、鉄パイプ、いや、鉄パイプある。こいつを逃がした。おらよ。クソガキが。よっしゃ、ナイスナイスナイス、いいよいいよ。どうしたよ、その程度か。あれ、俺せっかく着ぐるみつけてたのに。ほら、こっち来いよ。おっしゃ、よしよしよし、いいよいいよ。鉄パイプ、ま、ちょっと黙れ。チェーンソーがあるんだけど。よし、行こう。行くぜ、おら。おいよ。やべ、バレた。ちょっと一回ここに、ここに行こう。ここだったら俺強いから。ここを使う。来たな、来たな、来やがったな。よしよしよし。人間を切り刻むの気持ちよすぎんだろ。おいでおいで、落ち来いよ。来たな、また生贄が来たな。ほら、つえ、カドマジチェーンソー超つえ。これだ、攻略だ。これがおいでおいで。体型を取れ、体型を取れって言っても一人じゃん、君。いっぱい来た。ここは異常ない。バレた。ほら、いいよ、切り刻んだ。はい、バカ野郎。よっしゃ、レベルアップした。何なんだこれ、なんて思う、これ。ディッセンディセンボウェル、素早い抜き手でゾンビの腹部に強烈なダメージを与えるスキル。 R1 を押しながらゾンビの正面で圧を押す。何抜いてんのこれ。焦点、ちょっとやってみようかな。よっ、違うな、これじゃねえ、これじゃねえ。うわ、なにこれ、なんか取った、内臓取ったのかこれ。なにこれ、強え、一発だ。これはいい、これ使おう。これだ、あいつらに使えんのかな。ゾンビじゃないけど人間相手に使えんのかな、この技。やってみよう。おいよ、来たな、バカが来たな。来やがったな。いらっしゃいませ。マジか。人間アイテム使えるのこれ。マジで上じゃんこれ。バグってな、少し顔出して。バグってるバグってるバグってる。
バグってるバグってる。いいな。これ強い。内臓取ってんだ。めっちゃ強いじゃんこれ。人間に使えるのめちゃくちゃ嬉しいんだけど。これだ。全員潰すわ。これ腕避けて。おらやべえ超強いこの技。ほら悪魔じゃん。これ悪魔じゃん。オッケー全員潰すわ。邪魔だ。お前らの内臓が欲しい。よこせ。ああ美味しい。ホルモンホルモン抜きだなこれ。見つけた。いや強すぎこの技。援護を頼む。ほら。やばいやばい。一回抜けて。まずい。ほらホルモンよこせ。おお。強すぎだろこれ。やばすぎ。マジでやべ。異常ありなんだな。ここ異常ありなんですよ。ここ救援を頼む。よこせホルモンよこせ。いややば。これもう一度レベル上がるぞ。異常ありなんだよな。おらやっちまった。これもいいや。エースクラッシャーでも一発なんだ。銃より強いんだな。さすが。今回はもうめちゃくちゃ順調。おいようこそ。待て。ダメダメダメ。よこせお前らのホルモンをよこせ。皆殺しだ。待って。ここは異常だ。ほら次お前だ。まずい。まずい。強すぎ。あと一旦飲んで。ほらめっちゃ経験中ね。来たな。こっからだよ。こっから未知なる領域だよ。強そうこいつ。おじさん何だあいつ。オッケーオッケー。なんとかいったぞ。ちょ待って一旦さつけたいんだけど、やっぱりこれじゃないと俺落ち着かなくて。イザベラどうした。イザベラきた。あれ来ないよ。あれ来ないんだ。こいつはたまげた。生きてやがったか。お前ちょっと来いや。やろうやりやがったな。特ダネを掴んでるに違いねえ。わけばえも期待できるってもんだぜ。イエーイ。今来るんだ。
おお、来た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 、終わりかこれで、終わりだ。今行くぜ、待ってろよ相棒、すぐに助けてやる。来い来い。おいおい、見えてくれ相棒、すぐ行く、待ってろよ。でも嫌な予感がする。大したもんだおい。なんでいるんだよヘリコプターの中に。なんでゾンビいんのヘリコプターの中に。ああマジ。さすがカプコンヘリ。終わった。え、終わりやなこれで。終わったんだけど。え、嘘でしょ。え、これで終わり。ちょっと待って。あれ、え、なんか全然納得できないんだけど、これこれ別エンディングある。兵士倒さないといけないのかな。いや多分条件満たしてない。え、何まだあんのこれエンディング。え、待って、気になるんだけど、俺新エンドじゃないってことこれ。おふざけんなよ。でも待って待って待って、ちょっと待ってね、新エンドが見たいんだけど俺。アウト。何条件あんのまだ。メインメニューにオーバータイムモードが追加されました。あれこれなんだ、メインメニューオーバータイムモードが追加されました。ラス、あれあれ、あれフランク、フランクどうしたの、フランク。え、なになになに、どういうこと。よかった、気がついたのね。ここまで運んでくるのは大変だったわ。屋上で倒れたのよ。倒れた。待ってくれ。俺の体は。あなたは多分どこかで感染してたみたい。感染から発症までの時間は個人差がとても大きいの。でもよかったわ、あなたは人より抵抗力が高い。待てよ。
よかっただって。地獄で長生きできるのが本当に幸運だっていうのか。あいにく俺にはとてもそうは思えないがね。ヘリも墜落した。もう助けは来ない。どっちにしてももう終わりだな。もし発症を抑制できる可能性があるとしたら、女王蜂のアラタ体からホルモンを抽出するの。そしてそれを発症前に投与すれば、市場幼虫の生育を阻害してゾンビ化を止めることができるかもしれない。ちょっと待ってくれ。俺は素人だ。要するに何をすればいい？いくつかの機材と女王蜂を集めてちょうだい。できるだけたくさん。分かった、やってみよう。じっとしててもいずれ死ぬんだ。なんだこれ、アタックアップ来た。延長戦これ。抑制薬の材料を集めてイザベラに渡せ。残り8個。 OK、 分かった。来たの、やっとだよ。来たよ、こっからね。もうさっきさ、あのカプコンのヘリ、カプコンヘリがね落ちて終わりかなと思って、バッドエンドかなと思ったら、まさかね、そういう見せ方うまいな。見せ方が完全に終わったと思ったわ。やった、来たよ。あれ、まとめ指入ったよ。なんだ、何？ドローンか。あれ？ゾンビの代わりにあいつを相手するのか。持ち抜きできねえじゃん。とりあえず救急箱取ってきます。見つけた。誰が、よこせよお前のホルモンを。よしよしよし、全員殺すわ。待て、来れねえじゃん、来れねえじゃん。あいつほらバレてないし、なんか知んないけど、なんだか、なんかバレてねえ。なんだこれ。なんだこれ。まあいいや、行こう。これはびっくりした。はい、いただきます。やべ、強すぎ。マジで強すぎ、こいつ。いかれてるわ。よし、武器も潤ってきた。負ける気がしねえ。さあ行こう。見つけた。お、かかってこいよ。おらよ。ずれ。いただきます。もういか、殺人鬼じゃん俺も。よしよし行こう。見つけた。折れるもんな君。食べ。ほら。カメラ悪い。カメラアングル悪い。よし。
最高。オレンジを食って体力を回復する。もう俺ここ最強じゃん俺。回復もできるし。よしよしよし。あたな。どこに行く？はい。遅い。反応が遅い。反応が遅い。取れるかい？よし。ゴルジ。やかましいんだよ。皆殺しだぜ。ほら。これがなきゃめちゃくちゃきついなよこいつら。最高この技。これはいらん。よし来いよ。はい、遅い。体型を取れ。体型を取れ。一人しかいねえじゃねえか。体型もクソもないだろう。いるな。生存者発見。来たな。角待ち、角待ちホルモン。角待ちホルモンするわ。見つけた。ほらおいで。はい。よしレベルアップ。ラッキー。スキルアップ。空手チョップ。鍛えた拳の刃とかす空手の最終武器。ゾンビに背を向けたまま四角を押す。空手チョップ。オッケー。いるじゃん。見つけた。いるじゃねえか。あたた。ずるずるずる。ん？あ、これか。ルーペ。え？ミキサー、俺ミキサーを探しに来たんだ。あ、これだ。あったあった。これです、これ。ミキサー。よし。あと、コーヒーフィルター。キャンプストーブ。おう。香水瓶。うわ、死体があるし。コーヒーフィルター。解放されて、解放されてる？何これ。ダッセーな。オッケー、オッケー、これしよう。これだろ、どう考えてもこれだろ。ん、なんか入ったぞ。ムービーコ、なんだ。集まったんだ。くそ、外に繋がってるとしてもこうゾンビが多くちゃ通れないな。持ってきたよ。変態じゃん俺もガチの。そのなんだ、成長阻害薬って言ったか。ええ。実際にそれを作ったことはあるのか。医療ベンチャー時代、兄に言われてこの阻害薬の研究をしてたの。その時は成虫からホルモンを取り出すんじゃなくて化学合成したんだけど。つまり自分たちが助かるための予防薬ってことか。自分の命は惜しいわけだ。知らないわ。兄はその薬を持ってこなかった。何に使うつもりだったかは知らない。嘘じゃないわ。
私だって全て聞かされたわけじゃない。ところでその薬を使っても完全にゾンビ化が治るわけではない。そうだな。残念だけど、薬の効果が切れたら寄生虫は活動を再開しゾンビ化が進行するわ。頼りない話だ。だが今はそれにすがるしかない。オッケー、どうなるこれ。これで必要な機材は全部揃った。次は女王鉢ね。ああ、なあ教えてくれ。その薬でどのぐらい長くゾンビ化を止めていられるんだ。研究の時も当然臨床実験はできなかったわ。いつまで効くかはその人の体質によっても大きく変わってくるし、1年なのか1週間なのかはっきりしたことは。ありがたいね。つまり俺は歩くゾンビの次元爆弾ってわけか。次元爆弾？どうした？薬を完成させた後、兄は会社を畳んで戦災孤児救済の NPO を始めた。完成した薬は50人分。そうして兄は孤児たちに里親を斡旋したの。その子供たち何人いたと思う？そんな嘘だろ。子供たちに寄生させた幼虫を薬で抑制して50個の次元爆弾にしたってことか。わからない、わからないけど可能性はある。見ろよ、ニューヨーク、ワシントン DC、LA、 ほとんどアメリカ中に里親がいる。想像通りだったら国中ゾンビだらけになってるかもしれないってことか。クソ、もっと最悪なのは確かめることも伝えることもできないってことだ。とにかく今はあなたのゾンビ化を抑制しなくちゃ。いいわね。めっちゃやべえじゃん。女王蜂を集めてイザベラに渡せ。オッケー、ハニーハント。5匹の女王蜂をイザベラに渡す。特殊部隊がゾンビを襲おうとしているが、女王蜂はどこで見つかるだろう。地下じゃねえかな。あといほらよ、持ってきたぞ。女王蜂が揃ったら後戻りできないわ。武器や食料、やり残したことはないか確認して。本当にいいのね？そう言われると焦るわ。ちょっと待って、焦らずに準備してちょうだい。